パン。ピンポン。僕はスーパーパトカーピオ。今日は弟のピオが初めてパトロールをする日です。僕はスーパーパトカー。ピオ兄ちゃん、見て見て、かっこいいでしょ。ピオが真っ赤なマントをはためかせて言いました。ピオ、マントはいらないんじゃないかな。ピオンとピオが銀行の前を通り過ぎたその時でした。ピオ兄ちゃん、怪しい豚がいるよ。お金のカバンを持っている。絶対泥棒だ。行くぞ。待ってピオ、落ち着いて。止まれ。銀行でお金を盗んだな。今すぐ逮捕する。なんだって？今お金を入れてきたところさ。私が何をしたって言うんだね。すみません、ピオは今日が初めての仕事なんです。勘違いしちゃったんです。ピオ兄ちゃん、怪しいクマがいるよ。子グマを引っ張っていくよ。僕助けなくちゃ。行くぞ。待ってピオ、慌てないで。止まれ。子グマをどこに連れて行くんだ。今すぐ逮捕する。なんですって。歯医者が嫌っていう子をやっと落ち着かせたのよ。私が何をしたっていうの。ママ、どうしたの？すみません、ピオは今日が初めての仕事なんです。勘違いしちゃったんです。そうこうしている間に車の渋滞です。カバおじさんのトラックからスイカがドタッと落ちたのです。うわー、俺のスイカが。皆さん、順番に順番に。お兄さんのピオンは交通整理で大忙し。でもピオは顔を赤くしてそっと隠れてしまいました。やっぱり僕はかっこいいパトカーになれないや。どうしたんだろう、道に迷ったのかな。羊おばあさん、僕がお手伝いしましょうか。孫の家に行きたいんだけど道がわからなくてね。虹幼稚園の隣だって聞いたんだけど。あ、そこならわかりますよ。僕が一緒に行きましょう。あら、ありがたいね。羊おばあさん、着きましたよ。ここでしょ。羊おばあさんはピオにありがとう、ありがとうと何回も言いました。ピオは鼻歌を歌いながら戻りました。あ、僕のマント、どこへ行ったんだろう。スーパーパトカーには真っ赤なマントがなくちゃ。そうじゃないよピオ。マントを着たおしゃれなパトカーより親切で優しいパトカーの方がずっとかっこいいよ。いつの間にかそばにいたピオンが言いました。本当？本当さ。お前はきっとかっこいいスーパーパトカーになれるよ。やっほー、嬉しいな。ピオは本当にかっこいいスーパーパトカーになれるような気がしました。あ、このネズミたちめ。田舎のネズミくん、早く隠れて。チューチュー。都会のネズミが田舎の